天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に孫吾は降伏か交戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は画領と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。降伏しかありません。80万の水軍になど勝てるわけがない。いや、80万はおそらく脅し、実勢はその半分にも満たないでしょうな。だとしても孫吾を飲み込むには十分な大軍よ。さらには曹操は帝をいただいておるのだ。曹操に抗えば官室に弓引く逆賊となるのだぞ。殿、江東六軍の民を思われよ。ここはどうか降伏をお入れください。長将殿、曹操は帝をいただけど帝ではない。奴はかつての董卓と同じ奸臣の類と言えましょう。ならばこれに下り屈するなどできませんぞ。それこそ孫吾の皆が泣きましょう。我が孫吾の意見は大体こういったところだ。諸葛亮殿はどのように考える？今この状況、道は一つしかありません。我が主劉玄徳と結び、共に曹操を討つのです。ふざけたことを申すでない。千にも満たぬ将兵しか持たぬ汝らに何ができる？今兵の高を語ることに意味はありません。劉備殿の人徳、そしてこの私の志望、これに孫吾の治癒を合わせ曹操の軍を退けます。汝の志望だと？えい、どこまでも馬鹿にするか。もうよい。結論も出ぬようだし、ここは一度休憩しよう。周囲の到着を待って議論を再開するぞ。では解散とする。降伏はありえない。ならば問題はいかにして曹操の大軍を退けるかだ。私ともあろう者がいくつ策を講じてもどれも決め手に欠ける。何のために今日まで知略を磨いてきたのだ。殿、何が正しい選択か私には分からなくなった。降伏は望まぬ。だが開戦して敗れれば惨禍は免れない。民のことを思えば降伏が正しいのやもしれぬ。皆曹操に怯えているのです。自分と家族、孫吾の行く末を思うあまりに。ですがお考えください。降伏した場合のその先のこと、俺たち将兵は曹操に召し抱えられるかもしれません。ですが殿、御身はどうなりましょう？よくて辺境に報じられ一生を虚しく終えることになるのですよ。私を案じてくれるか。ありがとう、ロシク。だが私のことはいい。今は皆にとって孫吾にとっての最善を考える時だ。父上、兄上、お二人なら
どう進んだろうな。お悩みのようですね、孫賢様。姉上。すみません、お話を聞いてしまいました。以前孫作様は孫賢様に言っていましたよね。うちのことは長相様に、外のことは周遊様に尋ねろと。すべてを一人で背負うのはきっと辛いです。でも皆さんと一緒ならきっと。周遊様が何か答えを探しているようです。今はそれを信じて待ってみませんか。姉上、おっしゃる通りです。一人で抱え悩むことはないのですね。頼みとする皆がどのような考えを示すか、私はその言に耳を傾けることにしましょう。周遊よ、どうするつもりだ。我が輩は孫悟の武人、降伏など決してせぬぞ。ええ、私も同じです。降伏の道は元よりないと考えています。しかしこちらは劉備の軍を合わせても5万、これでは曹操に勝てない。いかなる策を用いても勝てないのです。周遊。周遊殿ともあろうお方が随分と弱気ですね。前は諸葛亮、私に何か用か。用というほどのことは、ただ少しお話をと思い参りました。あなたはこの逆境にあって一心で孫悟を背負おうとなさっている。何があなたに孫までさせるのですか。ならば問おう。お前こそ何故劉備殿に仕えている。一片の領土すら持たず逃げ惑うだけの男、それを主と仰ぐ存念は何だ。それは、なるほど、それが周遊殿の答えですか。ああ、私は孫賢殿に王たる器を見た。お前が劉備殿にそれを見たようにな。そしてその器には亡き友との夢も満ちているのだ。わかりました。では今語るべきはいかにして曹操に勝つかです。聞いていただろう、曹操に勝つ策などはない。周遊殿のことです。すでにいくつか策をお考えではありませんか。例えば家計など。恐ろしい男だな諸葛亮。さすが画僚と称されるだけはある。確かに家計がなれば活路はあるだろう。水軍を焼き払えば曹操は長江を越えられない。だがこの時期は風が悪い。火をかけても燃え広がることは期待できぬ。そうですか。ですがお気づきですか、周遊殿、今年の冬は随分と暖かい。こんな冬には長江の風も変わると聞きます。曹操が布陣する雨林に向けて吹く東南の風へと。何？それは本当か。天の時、地の理、人の和、今ここにその全てが揃いつつあります。周遊殿、今こそ我らと結び曹操と戦う時なのです。
周囲よ、この話まことなれば勝機はあるか。ええ、風を頼みとする不確かな策ですが、そこに活路が開けるのなら、あの曹操にも勝てる。周囲、よく来てくれた。今降伏か決戦かで意見が割れている。お前の考えを聞かせてもらいたい。恐れながら申し上げます。曹操軍は大軍なれど、その一部は袁紹軍の残党と慶州軍です。統率と士気に不安があるでしょう。つまりは数だけの軍です。大軍と呼ぶほどの実を伴っていません。加えて曹操の軍は水上戦に慣れておりません。これは水上の戦に慣れた我らを優位にします。さらにこの冬の長江を下ってきたのです。曹操軍の兵には必ず病に倒れる者が出るでしょう。つまりは曹操軍とて無敵ではありません。付け入る隙は必ずあります。ゆえに周公金神明を賭して殿に進言いたします。曹操と戦うべしと。バカな周囲よ、しまいおたか。周囲よ、曹操に勝てるのだな。はい、諸葛亮の助言を得て曹操に勝つ道を見出しました。無謀だ、戦ってはならぬ。長相殿、これは降伏か決戦かという選択ではないのです。殿と曹操、どちらが天下の王たるべきかという選択なのです。天下を滑る者は曹操にあらず、我ら孫吾の主君孫権殿である。だ周囲、殿、私の意は決した。我ら孫吾は劉備と結び曹操を討つ。これより先異を唱えることは許さぬ。それはこの孫忠謀への反逆と思え。今こそ決戦の時、皆孫吾の明日のため私に力を貸してくれ。諸葛亮は私の策をたやすく見抜いた。恐るべき男と言うべきか。いずれ孫吾にとって大きな障害となるやもしれん。いや、まずは眼前の曹操を打ち破ることが先決。今はあの男の希望を頼みとせねば。孫権殿、我らと同盟を結んでくれたこと感謝いたします。礼を言うのはこちらの方だ。体得劉備殿と盟友となれたこと光栄に思う。そちらは妹君の将校殿でしたな。またお会いでき嬉しく思います。私もよ、劉玄徳様。この戦い一緒に頑張りましょう。しかし恥ずかしながら私どもは小勢です。軍に加わったところで戦力としては微々たるもの。なんとか勝利へ貢献できればよいのですが。劉備殿、この戦皆様の助力なくして勝利はない。どうかよろしく頼みます。では我らはこれで失礼する。策の準備があるのでな。はっ、ではまた後ほど。必ずや我らの手で曹操を打ち倒しましょうぞ。
曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくては。決戦に必要だという10万本の矢、これから集めるのは大変そうだが。集めるのが難しいとなれば敵から奪うしかありませんね。船を出して曹操軍を挑発しましょう。敵が打ち込む矢を転じて我らのものとします。例の話を聞いています。ささ、この船に乗ってください。さあ行きますよ。うまくいくといいのですが。この辺りでいいでしょうか。今だ、みんな一気に攻め込め。敵襲だ。ありったけの矢を追いかけよう。これぐらいで十分ですかね。曹操軍の皆様、矢をどうもありがとう。しまった、敵の計りごとであったか。十分な矢が揃いましたね。早速孫権軍に収めましょう。うん、手応えがあったな。さすがは周瑜殿、あなたこそ文武両道の手本でしょうな。
敵の船に接近できれば家計の威力も高まる。郊外には投降と偽り敵陣に近づいてもらう。降伏に説得力を持たせるため敵の艦長の前で郊外を打ち据えねばならぬ。策の詳細は伝えてある。あとは実行あるのみ。彩花と彩中を伴い郊外のもとへ向かうのだ。何？郊外殿が処罰されると？それは大変だ。私も立ち会いましょう。郊外殿の処罰が始まると、そんな、この目で見るまで信じられません。真似は決して。敵将討ち取ったり。いや、お見事。あれ、最後はこちらの策に乗ったようです。郊外殿が例の準備を始めました。さて、足の仕事も進めないとね。この酒を敵陣に届けに行こうか。うん、手応えがあったな。将来を嘱望される逸材よ。ああ、例のものですね。お任せください。あとは奴らに安価で流しておきますので。差し入れをいただけるなんて。早速みんなで飲んできますね。敵さん大喜びで受け取ってくれたよ。酒と船、二つによってまともに戦えるかね。うん、手応えがあったな。さすがは周瑜殿、あなたこそ文武両道の手本でしょうな。敵さんの患者、召喚が伝令を雇ったらしい。そいつにこの偽の手紙を渡す手はずなんだ。曹操軍の長院と細胞が我らに内通している。
確かそんな内容の手紙だったな。この手紙何ですか？まさか愛の告白？確かに召喚様の使いを務めていますが、危険な任務となればただで受けるわけには。こんなにいただけるとは。どんな依頼も必ず果たしてみせましょう。おお、この手紙を召喚様から預かった。そう言って曹操軍の者に渡せばいいのですね。あの、少しよろしいでしょうか？そうですか。うん、手応えがあったな。いや、お見事。これでまた勝ちに近づいたよ。うん、決戦の準備万全であろうか。確認してみよう。こんな短期間に10万本の矢を集められたか。敵を撃つに十分な弓兵部隊を並べられよう。技法はうまく曹操軍に伝わったようだ。水軍都督の細胞と調印は処罰されるだろう。苦肉の策はなったな。敵は郊外の離反を信じ込んだようだ。敵は酒を入手し宴会中とのことだが、さて一体どこから得た酒だろうな。よし、今は休み、英気を養うとしよう。来るべき決戦に備えなければな。曹操の船団が南に動き出したようです。ついに来たか。家計はいつ起こすのだ？今火をかけても効果は得られません。しばしの時が必要です。ここで敵の攻撃に屈しては全ての準備が水泡に帰します。家計を仕掛けるその時まで敵の猛攻に耐えなければなりません。わかった。まずは敵の攻撃をしのぐよう全軍に伝えよう。ついに決戦の時は来た。曹操軍を引きつけた後、家計にて焼き払う。火を見て敵を挑発する船を出す。皆、それまでは奮戦し持ちこたえよ。よし、川に沿って弓兵が配置されてる。これで敵もそう簡単には渡ってこれないな。これも10万本の矢が準備できたおかげか。さあ、俺たちも頑張ろう。細胞様と調印様が処刑されたって話だ。何でも敵に内通していたのがバレたらしい。おいおい、お二人なしで戦うってのか？水上戦を指揮できる方なんて他にいないぞ。燃やすには敵さんの船をつながないとね。まず船酔いの怖さに気づいてもらおうか。この辺りの弱っている水軍を叩くよ。負ければ曹操も手を打つほかないだろうからね。失敗はできんな。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。俺は全然酔ってねえぞ。しかし
高等先生にもらった酒はうまかったな。兵が船酔いしている最中に敵とは、これは厳しい。敵じゃ。ダメだ。気持ち悪くて動けねえ。お、ここだ。無理だ。燃え上がれ！ヘリア！受けてみよう！船酔い対策をしておけば、兵たちも私のように息が絶えないに。ヘリア！敵将！撃ち取ったり！いや、お見事！これでまた勝ちに近づいたよ。うん、手応えがあったな。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。水神になるに我が兵とは船酔いは免れんか。対策を講じねばならんな。報告によると、ジョショ様はこの辺りにいるようです。深夜の頃、ジョショ様にはお世話になりました。私はあの方を家計に巻き込みたくない。こんなところまで攻め込んでくると、俺を倒してもそちらの利にはなりませんよ。ここは火に包まれるから離れろと。俺なんかのためにありがとうございます。うん、手応えがあったな。敵さん、船酔いを気にしだしたみたいだね。もう一押しすれば船をつなぐだろうよ。あっしが直接敵を説得しようかね。お前さんも同行してくれるかい？
せせらぎ、とても清らかですね。近づけばさらにいい歌が浮かぶでしょう。戦の最中に試作にふける。ぜひ向かい、私が同行し警護に当たる。何をしていらっしゃるのですか。不審なものを発見した。私が迅速に排除する。燃え上がれ。やれやれ、見つかっちまったかい。ちょいと手荒だが、おとなしくしてもらうよ。受けてみよう。戦の音で腕がかっ消されてしまいました。色が平穏を取り戻したら、新車をみすみす逃すとは、この失態現末に値しよう。これで敵さんはいなくなったね。さてさっさと進んじまおうか。さあ、ここまで来ればもういいだろうさ。敵さんに船をつなぐよ、くれて回れよ。うん、手応えがあったな。いや、お見事。これでまた勝ちに近づいたよ。敵将討ち取ったり。さすが目立ってない。受けてみよう。は俺の見せ場だ。朝食よ、この歓喜校の功になってもらうぞ。こっちは大軍、勢いもある。我が心の炎よ。田舎武者どもに負けるかよ。この陣容で負けるのか。なぜだ、何が悪かった。ここだ。周公金、常に勝ち続けるのみ。さすがです。船酔いを直してやるよ。船を全部つないじまいな。それで万事解決さ。みんな、いいことを聞いたぞ。船をつなげばもう酔わないらしい。郊外殿、その船で曹操軍へ投降されるのですか。しかし船に積んであるのは油と枯れ草。
これはどういうことでしょうな。なるほど、孫悟から奪った資材ですか。郊外殿の憎しみは相当なものですな。確かに、もう郊外殿を疑うのはやめよう。奴の投稿は本当のようだな。やれやれ、なんとか露見せずに済んだわい。さて、準備を再開するとするかの。皆の噴勢を無駄にはせん。曹操軍の船を派手に燃やしてやるわ。いやあなたのおかげで助かりました。さな、どんどん飲んでくれぜ。勝利の前祝いだ。そっちもたんと飲みなよ。まあ、あっしの仕事はこんなもんかね。うん、手応えがあったな。お見事。いやはや、とても真似できませんな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。曹操軍を挑発する作戦、始めていいですか。指示さえあれば、いつでも船を出せますぞ。わかりました、思いっきり煽ってやります。おい、さあさあ、悔しかったらこっちに来てみろ。見えすぎた挑発にもな。もはや企みを用いれば勝てぬと踏んだか。弱腰になった敵を押し潰し勝負を決する。全軍、奴らの本陣へ向け出撃せよ。怪しい動きをしてる連中がいるね。どこからで叩いておかないと面倒になるぞ。敵もそろそろ我らの際に気づくでしょう。こいつよ、なぜか守ってください。ここまで抵抗されちゃう可能になった。あんたらの企み暴きたかったんだよ。周公金、常に勝ち続けるのみ。さすがです。真意、この戦お前が出るまでもなかろう。私が敵を蹴散らす様を見ているがいい。我が君、どうぞご覧ください。私は戦場の花として咲き誇る姿を。彼の血を攻め、これを摂取する。みんな進め。散り際も心得ている。ここで倒れるわけには参りませんわ。田舎武者どもに遅れを取るとは、くだらんあがきがどこまで続くか見ものだな。おお、常に勝ち続けるのみ。お見事、
やはやとても真似できませんな。お主らの何を企もうともわしは負けぬ。我が波動の前に逃げるがよい。受けてみよ。ついてや。戦場で遅れを取るとはな。敵将打ち取ったり。やるな。まぶしいじゃねえか。おい。次の戦でも力を必要とされてるんでな。悪いが今日の勝負はここまでだ。そなたの働き群中随一を。そりゃ出よ。ここだ。行かねばならんか。だが我が波動はまだ消えたわけではない。我が心の炎よ。長くか。今さら軍戦したところで何も変わりはせぬぞ。盗難の数はまだか。周囲、これ以上は持ちこたえられぬぞ。かくなる上は風が吹かずとも。いや待て、風向きが変わった。周遊殿、風が本当に、いやついに来たか。殿、全軍に出撃の許可を。よし、三国のすべて早々に叩きつけよう。はっ。全軍火計の準備にかかれ。早々軍をこの長江に沈めるのだ。郊外殿、河川での突撃お任せした。心得た。我が一世一代の大勝負、とくとご老中を見ておれ。早々孫悟の機嫌がお主の野望を焼き尽くそうぞ。いざ高幸福やらいでか。殿が道を示してくれた。孫悟の将兵たちを奮い立て。今こそ曹操を打ち破る時だ。奴が曹仁のもとへ逃げ込む前に討ち取るのだ。曹操が味方と合流する前に討ち果たす。全軍
急ぎ追撃を開始せよ。炎に包まれたぞ。これだけ燃えれば家計は大成功だ。これも準備が万全だったおかげだな。邪魔してきた敵の艦長を討ち取ったらしいぞ。早く船を出せ。このままじゃ全部燃えちまうぞ。ダメだ、船はみんな繋いである。逃げたくても逃げられねえ。ここで散らすわけにはまいりません。華麗に進軍し、急ぎ本隊に合流するのです。お前を先には行かせない。俺がここで燃やし尽くしてやる。私たちの猛攻の時、いざ激流のごとく。まさに支柱に勝つありだな。この層分裂がお前を仕留める。敵の勢いが勝っているか。だがここで負けるわけにはいかぬ。ここだ。受けてみよう。闇は我らが受け求め、決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。ここだ。彼の地を攻め、これを接収する。みんな進め。受けてみよう。彼の地を攻め、これを接収する。みんな進め。かけれ我が心の炎よ。進軍せよ。惑わずひたすらにかけ。せっかく劉備を見つけたのに、あの無力が憎い。ここは敵を退けることができた。これでなんとか味方と合流できそうだ。受けてみよう。周公金、常に勝ち続けるのみ。おお、よくやってくれた。
えれば退却も楽になります。船のため必ずや制圧しましょう。船を使って撤退しようという腹か。その思い通りにはさせんぞ。燃え上がれ。制圧できませんでしたか。態度を増やせずに申し訳ありません。よし、これで奴らは船を使えばいい。撤退路を塞がれた敵を存分に追い回してやれ。敵将討ち取ったり。周公金、常に勝ち続けるのみ。よし、この地は我らが制したぞ。我が輩の長年の経験が告げておる。曹操は曹仁と合流後ここへ逃げ込むだろう。その前にこの地を確保する。各門の敵将を倒し包囲の体制を整えよう。受けてみよう。おっ、この門にも敵が来たか。どんな罠を試せるか楽しみだな。妙な、はい、油断ならぬ相手だ。こういう輩はさっさと倒すに限る。何人もこの門は通さん。破ろうとする者は私が現に処罰する。お堅いこと言いやがって。上等だ。でもその門を奪ってやるぜ。相手がまずかったか。もっといろいろ試してみたかったんだけど。ではこの門の守備を担当します。ネズミ一匹見逃しませんよ。任を果たせず引くとは、この失策重く受け止めねばなるほど。私がこの門を守りましょう。死に物狂いで警備します。殿が来る前に撤退するのかよ。どんな顔して戻りゃいいんだ。俺この門の守備は自分が。曹操軍の兵は誰一人通しません。これで包囲は完成しました。曹操軍が逃げてきても追い払いましょう。周公金、常に勝ち続けるのみ。我が軍の撤退先が敵兵に囲まれております。このままでは味方が撤退できん。城の兵を割き包囲を突破するのだ。この城は
東方を守るためのもの、コーラには断じて渡せん。曹操軍の兵を誘い出せるか。周後金、常に勝ち続けるのみ。この辺りに敵の来ない城があるらしいぞ。みんなでそこに逃げないか。え、本当か。よし、逃げよう。今すぐ逃げよう。チリジリになった敵兵がいます。捕虜にすべく味方が向かったのですが、味方がなかなか帰ってきません。もしかして敵に手こずっているのか。もはや負けて悔いなしです。捕虜にするなりなんなりしてください。燃え上がれ。すみません、おとなしくしますんで許してください。受けてみよう。敵に恥ずかしめを受けるわけには参りません。私は何としても我が君のもとへ戻らねば。領収の恥ずかしめを受けるとは。自分を遊ばれるならばいっそここで。奥方様、どうかお逃げください。私が身代わりとなります。死力を尽くして戦いました。私の処分はお任せします。あたりに敵兵はいないみたいだ。全軍撤収せよ。趙文猿これにあり。何人も曹操殿に触れさせはせぬ。燃え上がれ。兵中毒も力になろう。
ちの攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。よっ、かけれ我が心の炎よ。敵を足止めできぬとは無念。曹操殿、どうかご無事。ティア、周公金、常に勝ち続けるのみ。伝令、宗神様が殿をお待ちしております。この戦、宗神のもとへ至ればわしの勝ちよ。さもなくはここで果てることになる。ついやついついや、曹操様、大丈夫か。おいらが敵を食い止めるから逃げるだよ。巨女か、すまんと、ここは任せた。戦士も必ず生きて戻るのだぞ。かけれ我が心の炎よ。この先へ行かせはしない。長州、いざ参る。劉備様の行方が分かったぞ。どうやら曹操に向けて進軍中らしい。よかった、本当によかった。よし、俺らももう一踏ん張りするぞ。宗家に、それがお主の虎の力か。見事だ。燃え上がれ。そうそう、我らの追撃を振り切る。だが、この敗戦で当面は立ち上がれまい。奴らの動けぬ隙こそ勢力拡大の好機。我ら孫悟は今より天下へと飛躍するのです。曹操軍は完全に撤退した。この戦、我らの勝利だ。孫権殿、お見事な戦でした。この劉玄徳、孫悟の優先に敬服いたしました。玄徳様もかっこよかったわよねえ、賢人様。おやめください、将校殿。そのように買いかぶられてはどうにも面はゆい。だが肝心の曹操には逃げられてしまった。ええ、ですがそれは想定の範囲内です。この戦、曹操軍を退けただけでも上首尾でしょう。確かにその通りだ。そうだな、今はただこの勝利を喜ぶとしよう。はい、孫悟の血を守ることができて本当によかった。殿、お見事でした。この勇姿、大殿や孫作殿にもお見せしたかったな。よし、宴を開くぞ。みんな、今宵は無礼講だ。大いに飲み、喰らい、歌うがいい。いいね、うちの連中も呼んで派手に騒ぐとするか。孫権殿、酒宴はよろしいが、あまり羽目を外されませぬよう。諸葛亮殿、こたびの協力重ねて礼を言う。おかげで曹操から孫悟の地を守ることができた。いえ、私はただ周遊殿の策を支えたまで。この戦勝は孫悟の地遊があればこそです。押し村くは曹操を撃てなかったことか。だがそちらはあまり意に介していないようだ。あの時想定の範囲内と言っていたか。まるで曹操は死なないと知っていたようだ。
ええ、私には曹操が生き延びることは見えていました。それに今曹操に倒れられては困るのです。では私はこれで。曹操が倒れては困るだと。諸葛亮、何を考えている。いいえ、周瑜の知略により孫悟は最大の危機を乗り越えた。赤壁の決戦は孫劉連合軍の大勝に終わる。大都督周瑜の功績は長く後世に語り継がれることになった。味方が歴史的な勝利に沸く中、周瑜は一人空を見る。彼の心にはいつも一緒に夢を追った亡き友の姿があった。夢にはまだ続きがある。孫策、この勝利、君のいる空まで届いただろうか。新たな時代の風は吹いた。願わくは孫悟の未来に幸多からんことを。